はい、皆さんこんにちは。こちらの植物めちゃくちゃいいでしょ。光沢があって葉っぱスタイリッシュですよね。こういう丸い葉っぱの中じゃかなりイケている植物です。そう、スピダンサス、シェフレラの仲間カポックとかとですね、同じような種族なんですけれど、似たような植物ではバッサイヤ、ね、ブラッサイヤというやつがあります。こちら葉っぱがね、こうシュッと尖ってます。これで、そして新芽なんですよね。ピカ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 、これスプレーを振ってるわけじゃありません。非常に光沢がある植物です。茎もこれは非常にバランスがいい形です。めちゃくちゃ徒長するとでダランとなるんですけど、徒長もせずにこの緑のね、青い茎が非常にね特徴的なんですけど、とても品がある植物です。スピダンサス、乾燥にも非常に強くて初心者向けの植物です。寒さには若干弱いので、冬場だけ暖かいところで育ててあげれば、乾燥に強い分冬水を少なめにしてても全然大丈夫な植物です。お祝いとかにですねあげるとあまり見かけないので非常に喜ばれます。実を言うとこの植物今からお祝いに持っていくんですけど、ホームセンターでねちょっと買ってきました。ね、ハウスの中の植物たちもいいんですけど、こういう丸い植物がですねいいというリクエストだったので、ハウスにある植物よりねちょっとパッと見たらホームセンターいいやつがあったんでね、これ購入してきたんで、これ贈答用として今から持っていこうと思います。僕の場合はですねいろんなテクニックがあるので、ホームセンターで買ったとしてもそれに付加価値をつけてある程度のお値段で渡すことができるんです。皆さんテクニックをつけるということは非常に大事なので、テクニック磨いてください。はい、ということなんですけど、今回はですねちょっと皆さんにね警笛を鳴らしておきたいと思います。それはこのスピダンサス非常にいいんですけど、実はこれ僕ノートにもですねちょっと書いたんですけど、そのホームセンターで3日ほど前ねママチアワと見に行った時にこのスピダンサスをもともと目につけていたんですけど、そこのスタッフの方がですねすごい整理されてたんですよ。小鉢とかの枯れたやつとかをもうブチブチ抜いてポイ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 捨ててるんですけど、抜いた後の土ありますよね。あの土をですねどん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 この売り物の新品の10号鉢にバン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 投げ入れてるんですよ。どういうことと思って見ていましたが、いろんな植物ね物いいんですよ。物いい、しかも売り物、売り物の中にねポン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 ね根っことか余った土を入れてるんです。やばいと思いません？そしてこれ買ってきてあっと思い出しね見ました。見てください、ほらこんな状態ですよ。これはもう明らかに残骸ですよね。ここ根っこがありますね、茎。多分これはねポトスかなんかじゃないかなと思います。こちらにも違うやつが入ってます。はい、こういう感じでね、はい、こんな感じ、枯れたやつが入っています。これはもうね本当最悪です、最悪ね。なので皆さんやはり購入してきた後は自分の目でしっかり確認する、そして購入する前にこういうことがないかしっかり確認する、チェックする、これ必要になってきます。まあ多分ねほとんどないとは思うんですけど、やはりこういうことをする人たちが店舗で管理をしている人間にいるということは事実なんです。そしてやはり僕はね植物に目利きができるので、植物の状態も見ることができます。たくさん枯れている小鉢の中には虫がついて枯れている小鉢たちもいました。まあ、そういう虫がついて枯れていた小鉢たちの根っことか土をねこういうものがいい状態の植物に入れたらどうなります？
移っちゃったりする可能性もありますよね。幸いこのスピダンサスはね、僕全部葉っぱ裏もチェックして綺麗に見たらね、どういうこともありませんでしたが、それでもね、しっかり消毒をしてお水に1日つけたりして、何もないような状態にして持っていきます。皆さん、やはり人間っていろいろです。そしてその環境に慣れてしまうと適当なことをやってしまう、これ最悪だけどやはりいるんですよ。こういうことをやるとやはり生産者の人たちですよ、一生懸命作ってね、こんな状態立派ですよね、作っているのに売り場の人間がこんなことやってたら、もう本当身も蓋もないとはね、こういうことなんですよね。だからやはりね、正しい知識を持って、そしてしっかり観察をできる目を養わなければなりません。すべてがこういうことがあるわけではありませんが、やはりそういう現場を目の当たりにしたこの僕でさえびっくりする光景でした。かなり大きい店舗です、熊本ではね。でもそういうことが行われている、多分これはね、その人しか知らないんです。他はいませんから。だから店長さんだったり他のスタッフは知らないんだと思います。で、これがもう当たり前のことになっているので、当たり前のようにボン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 ね、入れているんですよ。これはもうね、やっぱ自分のものだったらそういうことしませんよね。自分の植物だという意識がないので、そういうふうにするんだと思います。そういう気持ちで植物を担当するということは、これね、本当できませんが、まあそういう人間がですね、いるということを皆さんにお伝えしておこうと今回は思いました。そしてノートにもですね、社長は昔生産者の人たちもいろいろ考えた上で土を作ったりして植え込んでいるので、あまり植え替えとかはしない方がいいですよと言っていましたが、私は植え替えしようと思います。こんなコメント来ていました。そうなんです。今回のことをですね、記事にして書いたノートの文だったんですけど、そこに対して今みたいなコメントが来ていました。こういうことを知ると、やはり何でも信じられなくなりますよね。そして僕もね、ずっとこういうことをやっていると、今までは気づかなかったことにいろいろ気づくようになりました。3年前は生産者の人たち、もちろんいろんな研究をして土もね、改良して自分独特の植物の育て方あると思います。その一方で畑から抜いた植物をそのまま鉢に植え込んでいるところもあるし、土もですね、黒土、赤土、いろいろあります。軽い土で育てている人たちもいます。いろんな業者さんがいるんです。でも上はね、立派なんですけど、やはり根っこの部分っていうのは見えないので、どうなっているかわかりません。これは僕も昔は何も触らない方がいいですよと言ってはいましたが、こうやって皆さんと共に勉強していると、まあ時期さえ合っていて技術が伴えば植え替え、これもねやってあげていいんじゃないかなと思います。そして自分の好きな土、配合、バランス、こういうものですね、自分でやって元気に育てれたら、それはね、一番いいことだと思います。その上で虫が出たりカビが生えたり元気に育ったり、いろんなアクシデント、そして成長、様々ありますが、そのいろんな現象をですね、自分でやったのならば全部受け入れることもできるんじゃないかなと思います。まあそうは言っても、僕はここにね、ある植物たちをほとんど植え替えなんかね、したことないです。でも元気に育っているので、今僕が言ったことはですね、本当に稀なことなんですけど、そういうこともありましたと皆さんにね、伝えたかったので今回動画を撮りましたが、一番いいのはですね、やはり植え替えとあまりしない方がですね、植物にはストレスがかからないので、傷むことも少ないし、すくすく育ってくれると思います。でもやはり不安だという人はですね、やって大丈夫ですね、やらない方がいいですよと昔は言っていましたが、いろんなことがやはり起こっているので、不安な人はやられて大丈夫だと思います。その上で葉っぱが傷んだりした場合はですね、いろんな動画を僕出しています。皆さん、そういう時はですね、検索してまたいろいろやってみたら
いいんじゃないかなと思います。そして時期さえ合っていればですね、ちょっと傷んだら太陽の再生工場に出していれば元気な葉っぱが出てきます。心配はいりません。あまり根っことかは切らない方がですね一番いいとは思いますけど、今は何でもやりたい時期だと思いますので、不安な人はねちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、とはいってもですね、これ素晴らしいツピダンサスです、ね、ちょっとお掃除をして納品に行きたいと思います。皆さん、自分の目が一番です。自分の見る目の力を育ててください。それでは今回こんなところで、バイバイ。